はい、皆さんおはようございます。それでは会見を始めさせていただきます。まずは6月補正の案についてお話を申し上げたいと思います。補正予算案は先般国の物価賃金生活総合対策本部において決定された物価高克服に向けた追加策に呼応したものであります。特に家計への負担が大きい住民税非課税世帯等への支援や国の料金激変緩和措置の対象となっていない LP ガスの利用者に対して助成を行うものであります。合わせて新型コロナウイルスワクチンの接種体制を確保するもので、補正予算の額は一般会計で49億円よ、事業会計で1100万円の増額ということになっております。なお一般会計補正予算49億円よの内訳は、物価高騰、新型コロナウイルス感染症対策にかかる増額分が、ほとんどの48億円よとなっております。なお先日の会見でもお話したように、来年1月から実施予定でありました高校生の入院にかかる医療費助成を今年10月に前倒しすることに伴う経費、またマイナポイント申し込み期限の延長に伴う支援窓口等の開設期間の延長などにより1億円余の増額をしております。本補正予算に要する財源については、コロナ臨時交付金34億円余を含む国庫支出金49億円余を活用するとともに、残る一般財源2700万円余については令和4年度決算により生ずる見込みの剰余金で対応いたします。それでは主な事業の内容を説明いたします。LP ガス料金高騰対策支援事業についてであります。補足資料の4ページで、よろしいですか。この補助金は価格高騰の影響を受ける LP ガス利用者の負担軽減を図るために使用料金の値引きを行うものであります。LP ガスは国が1月から実施している電気・ガス価格激変緩和対策事業の支援対象外となっております。これは LP ガス事業者が多く、国による直接的な支援が困難とされたためであり、国は本年3月各自治体へ交付金が措置され、地域の実情に応じた LP ガス料金に特化した支援が推奨事業として明示されております。LP ガスはあの価格は電気、都市ガスなどのエネルギー価格と同様に依然として高止まりの状態にあり、市内の約18万世帯の家庭や約6500の事業者等が利用しており、影響が広範囲にわたっていることから、直接的な負担軽減策を講じることといたしました。事業費は約4億円であります。内容ですが、 LP ガス販売事業者が事業者家庭等に請求する LP ガス利用料金から2ヶ月合計で2000円を値引きいたします。具体的には岡山県が令和5年7月から9月使用分に対し、合計で3000円の LP ガス料金を支援する予定であり、岡山市では令和5年10月から11月分の11月の使用分に対して各月1000円、2ヶ月合計で2000円の支援を実施することといたしました。したがって計5000円になるわけであります。で、5000円の根拠なんですけれども、都市ガスの利用者の使用量
等々から試算すると国の都市ガス支援の額が約5000円となっております。したがって5000円に、まあ、県と合わせてしていくということで、県3000円、お買い増し2000円ということで、担当者の調整によりこういう形になったということであります。支援方法ですが、LP ガス販売事業者に対し値引き分の補助額を交付する形にし、事業者家庭等からの支援手続きは不要であります。値引きを実施した際の LP ガス利用者に対するお知らせの方法等詳細については、 LP ガス販売事業者が発行する請求書またはチラシ等でお知らせをする予定であります。次は市場内事業者電力価格高騰対策支援事業補足資料の5ページから6ページをご覧いただきたいと思います。ここのポンチェにも出てるのでポンチェも見ながらと思いますけれども、国は小売電気事業者等を通じて電気料金を直接値引きする電気ガス価格激変緩和対策事業を行っておりますが、対象となっているのは低圧契約および高圧契約であり、特別高圧契約については事業の対象外になっております。特別高圧契約は受電設備の設置などのコストがかかりますけれども、重量料金が安くなるというメリットがあり、一定基準以上の大量の電力を利用する施設において、特別高圧契約をによる受電が行われております。岡山市の卸売市場もこの特別高圧契約による受電を行っているため、国の支援事業の対象外となっております。しかしながら、使用量に応じて実際に電気料金を負担しているのは市場内の市場内の中小零細事業者であり、電気代の急激な高騰やが経営を圧迫していることについては一般の低圧契約や高圧契約の事業者と同様であります。先般追加措置をされた国の交付金では特別高圧で受電する卸売市場内業者への支援も推奨メニューとして盛り込まれており、岡山市としてもこの事業者のに対する支援を行って負担軽減を図ろうとしております。支援内容としては、各事業者電力使用量に応じて今年度4月使用分から8月使用分に関しては1キロワットアワーあたり 3.5 円、9月使用分については1キロワットアワーあたり 1.8 円を給付いたします。単価については国が行っている高圧契約に対する支援と同額としております。続いて住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支給給付金事業についてであります。はい、またモニターを見ながらでも聞いていただければと思いますが、内容はエネルギー食料価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等を支援するため、6月補正で予算措置を行い、1世帯あたり3万円を給付するものであります。この給付金は、令和5年度住民税非課税世帯を対象とするにあたり、6月に課税状況が分かることを踏まえ、6月補正予算で、計上し給付を行います。具体的には、まず住民税非課税世帯については、対象世帯は基準日となる令和5年5月の1日に岡山市に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯となり、約9万4000世帯に対して
7月の5日から通知をいたします。通知を発送いたします。その中で令和4年度に実施した電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金、支給世帯のうち、家族状況が変わってないなどの、世帯移動なしの世帯、失礼、世帯移動なしの世帯等については申請不要のプッシュ型支給とし、7月の19日に給付金を、振り込む予定であります。令和4年度に実施した価格高騰の給付金を受けていないなど申請が必要となる方については届いた通知に必要事項を確認記入の上返信を封筒で返信いただくようお願いしております。また家計急変世帯については世帯からの申請が必要なもので先ほどの住民税非課税世帯以外で申請時に岡山市へ住民票があり予期せず令和5年1月から9月までの家計が急変し世帯全員のそれぞれの年収見込み額が住民税非課税相当水準以下となった世帯が対象となります。申請が必要な住民税非課税世帯、家計急変世帯への給付金の支給については、申請受付後、7月19日以降に随時で、振り込みを行います。申請期限は令和5年9月30日までとなります。今後のスケジュールは本日ホームページを開設し、7月5日にコールセンターおよび特設窓口を開設いたします。なお給付対象と思われる世帯で通知が届かない方はコールセンターまでお問い合わせをお願いしたいと思います。できる限りこの給付金をお届けすることができるだけ早くですねこの給付金をお届けすることができるよう準備を進めてまいります。最後に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業でありますが、新型コロナワクチン接種における国の令和5年度の接種方針が決まったことに伴い、当初予算で計上している予算から不足する経費を計上するものであります。当初予算編成時は国の動向が不明でありましたが、令和5年3月に令和5年度の接種方針として、春秋の接種時期や各時期の接種対象者等に関する方針が示されたところであります。国の接種方針を踏まえた今年度の岡山市の年間接種件数は約69万7千回と積算されることから、当初予算で概算計上していた50万1千回から不足する19万6千回分の接種費用等にかかる経費を補正計上いたします。なお接種にかかる自己負担については令和6年3月末まではなしでございますので、市民の皆さんには積極的なワクチン接種をお願いしたいと思います。終わりにですが、実は、臨時交付金の留保分約25億円、今あります。今後9月補正等でですね、この交付金の活用を検討していかなければならないというように思っておりますけれども、さらに、9月補正の準備に際して、我々は各界の状況をよく聞きながらですね、的確に判断をしていきたいというように思っているところであります。それからいくつかその他、企業誘致、そしてポンプ場の話がありますので、ざっとお話をさせていただきます。まず企業誘致ですが、この度岡山市の補助金活用により新たに3件の
企業誘致が決定いたしました。ライト電業株式会社、日本ソフトウェアマネジメント株式会社、大健工業株式会社であり、詳細は別紙1をご覧いただければと思います。本日報告した案件で、令和4年度の企業誘致活動の実績が確定いたしました。資料最後のページ、別紙2の企業誘致件数の推移をご覧いただきたいと思います。令和2年度がコロナの影響が見られたものの、令和3年度で11件、令和4年度が13件となっており、まあ、コロナ禍においても着実に増加しております。投資額でありますが、令和元年と令和3年度が比較的高くなっておりますが、これは空港南の産業団地や新産業ゾーン、企業誘致、企業用地の企業への売り払いなど特異な要因によるものでございます。令和4年度はコロナの長期化に加え、エネルギー価格、原材料高騰価格の高騰する中、岡山市で初めてとなる地域未来投資促進法に基づく支援措置や補助制度の活用により、今年投資額は 100.6 億円となっております。私の就任前、製造業とコールセンターに対するインセンティブだけだったんですが、岡山市の立地特性を鑑み、本社中四国支店等の誘致や既存工場の拠点強化に向けた補助制度の新設など、さまざまなインセンティブを付与してきた。こうしたことが実績につながったものだと考えております。今後も同じように続けてはいきたいと思いますが、ちょっとその前に行きたいと思いますけれども、今企業の方々と話をしてみると、一つに言えることが、やっぱり人材の不足が随分言われてますね。それとあと、なかなか企業用地が確保できないっていう問題があります。企業用地に関していくとですね、実は農心農用地、それから市街化調整区域、こういったものに企業の投資を促していく地域未来促進法、まあ先ほど言ったように岡山市では初めて適用させてもらったんですけれども、これも我々、政令市20市集まって、なんとかそういう方向で動けないかということを関係省庁にお話をしていたところ、こういう法律ができたんですけど、やっぱり使い勝手が悪いと。例えば試験研究施設がないと、当該、企業にですね、ないとその拡張もできない。試験研究施設だけが果たしてこれからの我が国の産業を引っ張っていくものなのかどうかっていうところを考えていくと、少しやっぱり疑問があるということで、実は先般の政令市の市長会議で我々の方から提案させてもらいました。地域未来促進法を改善してほしいということを申し上げたところであり、先般経済産業省にも申し入れをしました。経済産業省の対応自身は非常に有効的なものでありました。しかしながら
農水省、そして国土交通省もいろんな意見を持っておられると思いますが、我々としてはですね、あの産業を進行していく中で、地域未来促進法自身のもう少し、使いやすくする、そういった方策を検討してもらいたいという思いを持っているところであります。あのぜひ国の方においてもその見直しを行っていただければと思います。なお経済全体の動きでありますが、実質市内総生産の伸び率は、平成23年度から令和元年度までこの8年間で 108.4% 増加しており、政令指定都市では第5位となっております。事業所数については、平成28年度と令和3年度を比較すると全国 95.1% の中で、岡山市は 100.5% と伸びているところであります。足元では海外経済の減速等が懸念される中、5月18日公表された日銀の岡山支店の月報によりますと、本年度の設備投資額は前年度比プラス 8.4% であり、設備投資意欲は依然として高水準と伺っております。まあ、現時点で企業誘致の協議を行っている企業が複数件あり、これらの企業との交渉を進めるとともに、新たにさまざまな企業との接触を試み、地域経済の活性化に向けて企業誘致の推進も図っていきたいと思います。最後でありますが、今星来市のポンプ場の運転開始であります。まずは平成30年の7月豪雨であります。岡山県内といいますか、全体としては倉敷の真備の話が大きく取り上げられておりますけれども、実は岡山市も本当に大きな被害がありました。一つは砂川の堤防決壊によるものであり、もう一つはですね、やはり各所で起こった内水の氾濫であります。岡山市は海抜ゼロメーター地帯が非常に多く、天井川になっているところであり、その内水を汲み上げて川に流していく、こういったことが必要なわけでありますが、特に笹ヶ瀬川の西部を多くの被害を出しました。床上浸水も本当に多くのものを出したんです。で、当時の我々の方針としてですね、少なくとも30年の7月豪雨と同じ雨量があったとしても市内に、床上の浸水は出さない、そういう方針で臨んでいこうということにいたしました。それが、笹ヶ瀬川に関していくとですね、今坊白石と申し上げましたが、そこが一つの大きなポイントでありまして、ポンプ場を作っていこうということで、確かもうすぐに対応させていただいたところであります。地権者の方も非常に有効的に対応していただき、動いたところでありますが、できればですね、本当は今年度の早い時期から運転を開始したかった。で、なぜならば5月にもこの頃大雨が降っていくわけであります。で、ただ軟弱地盤対策などに時間を要したということもあって、ギリギリ早めて、6月1日から運転が開始できるような状況にしたということであります。当初、
皆さん方には6月中旬っていうふうに個別にはおしゃあの申し上げた方、個別かな、これ6月中旬って発表してたんだっけ、発表してたな、ごめんなさい、あの6月中旬っていう形で、発表してたと思いますが、先週ですか、静岡でも静岡等でもですね、猛烈な雨が降っております。今回の台風、まあ岡山はなんとなく今の気象状況から見てると大きな雨にはな、災害が起こるようなものにはならないというように思うんですけれども、なんとか早くできないかということで、6月の1日に、運転開始ができるよう状況にいたしました。6月の14日には両ポンプ場で通水式を行います。当日は関係者にお集まっていただいて、ポンプの運転と放流状況をご確認いただくつもりであります。その、とりあえずは認識施設でありますけれども、さまざま予定している計画しているさまざまな施設、これからを順次、対応していきたいと思っております。私から以上です。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方は挙手の方で、お名前をお願いいたします。産業新聞三宅です。おはようございます。おはようございます。私から1点、住民税非課税世帯の給付金のところなんですけれども、物価高騰というのはすごく、エネルギーと、物価の高騰がすごく長引いてまして、この事業でありますように、住民税非課税世帯、低所得世帯の方というのはすごく大変な思いをされていると思うんですが、でこれまで市として、この種の、事業をする際に、独自で上乗せとかも検討されて、実施されてきた経緯があると思うんですが、今回、その上乗せ分というのはあるんでしょうか。ですね、今まで10万円とか5万円とかね、やらせてた時に我々も上乗せをやったりしました。で今回の3万円のじゃあ根拠が何なのかっていうことを整理って言いますかね、聞いてみると、実はこの3万円っていうのはですね、住民税非課税世帯等における物価高に伴う支出増の1年分相当の額を踏まえた額として国が示した金額であります。したがって今の物価高騰がその対象世帯に与えている影響の額が、3万円ということなんで、とりあえずは3万円をお渡しをするということで、物価高騰分に対しては対応ができるんではないかということで、今回は上乗せをしませんでした。で残り25億円あるわけでありますので、これは全体をもと見てですね、そういう、いわゆる低所得者の世帯、それからあとはさまざまな事業者、傷んでいる事業者等々、いろいろなコロナで影響を受けている人たちがいますよね。一般財源を加えるといったって限度がありますから、それらの額の中で何をやるのが市民にとって最もいいのか、そこをね、議論させていただきたいというように思っております。何かミスあったかな。ごめんなさい。今まで10万円5万円で上乗せしたって言いましたけど、やったのは子育て世帯に対してですけど、考え方としてはこの3万円というのは実費分がね、対応できているということなんで、あとは我々として今年度どういう対応するか、もう少し
全体を見た上で判断させていただきたいと思います。はい。関連して、まあ、今の話にもあったことですけど、この3万円でこう、まあ、すごく厳しい家計の状況、家計の状況だとは思うんですけれども、どういうふうにこう活用していただきたいのか、改めてその、まあ、思いを伺ってみましょう。そうですね。この新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、やはり低所得者の方っていうのは相当影響を被っている。特にロシアのウクライナ侵攻がそれに輪をかけている。我々としては負担が非常に重くなっている世帯に対して、まあ、できるだけのことをやっていかなきゃならないというように思っております。したがってこの3万円もですね、有効に使っていただき、家計の負担を少しでも少なく して、いただければというように思っております。はい。岡山放送の篠原と申します。はい、すみません、ちょっと繰り返しになるかもしれないんですけれども、こういう物価高騰、エネルギー高騰というのが、だいぶ長引いている中で、改めてその市民に与えている影響というのはどのぐらいあるのかというのをちょっとお考えで聞かせていただきたいのと、まあ、今後また違った形での支援というのは検討されているのかというのをお聞かせいただけますでしょうか。はい、特にこのコロナによってで、まあ、影響出てる事業者っていうのは非常に多い、家計も非常に多いんですが、非常に、まあ、デコボコ感はあるんですね。で、そういうふうになかなか特に、厳しい世帯っていうのは私はあるだろうと思います。それからこの物価高騰、特に岡山の場合なんていうのはガソリンとかねを使わないとなかなかその通勤にもできないような方も多くおられることは事実であります。できるだけそういった方の負担感っていうのを軽減しようと思ってこの3年間ずっとやらせていただきました。その姿勢は変えるつもりはありません。あと、したがってですね、今までは交付金だけじゃなくて一般財源も相当額使わせていただきました。そういう中で今、まあ、交付金だけでもまだ25億円ありますし、プラスとして我々の一般財源も使えないわけではありません。限度があるんですからね、あるにしてもですね、そういう中で有効に、そういう所得の低い方々に対してどうしていくかっていうのは考えていきたいというように思っております。時事通信の遠藤と申します。少し話変わるんですけれども、建設事業負担金についていくつか質問をさせてください。はい。1つ目なんですけれども、まず、令和5年度中の結論を目指して今建設事業負担金について検討協議をしていたと思うんですけれども、その進捗について教えてください。まずね、県の方から市の考え方についてペーパーが来ております。それに対して市としては我々の考え方を整理して早く議論しようやと申し上げたところであります。それからは報告を受けておりませんが、私は昨年度も申し上げましたけど、できるだけ早く決着をした方がいいというように思っております。で、本来昨年度決着をすべきだったと思っておりますけれども、ただ決着の中身にはよるんですけれども、今県は条例でそれを定めております。したがって、条例改正をしていくっていう手続きを必要とする場合はある程度やはり時間がかかるっていうのが一点であります。特に今私は都市公園事業について負担 50% というものを条例で一律に決めるっていうのはおかしいではないかと申し上げているところでありますが、
負担金について言えば、その他公安であるとか街路であるとか他の施設にも及ぶ話であります。したがってですね、昨年度は条例改正をしていくとすれば時間がないだろうとということで、令和5年度の決着ということで、やむを得ないだろうというように思ったわけであります。したがって令和5年度の決着、まあ、同じように条例改正等をするのであればですね、早くお互い合意をしていかなければならないと思っております。そういう面でなかなか知事とは話が今できない状況であるのは非常に寂しいところではありますが、ぜひ、議論を加速してもらってですね、早い決着を望んでいるところであります。以上です。ありがとうございます。2点ほどすみません。はい、お願いします。先今、50% の一律負担が、その密でどうかと思うという話があったと思うんですけれども、この 50% の負担率の見直しをその県に、お願いしていくというところに関しては変わりがないというふうに。はい、変わりはありません。はい、はい、先ほどちょっと正確、もっと正確に言うとですね、50% が全て悪いと言ってるわけではない。これを今都市公園にかかる都市計画事業に関して言うと全て 50% ということで一律に条例で定めている、そこは私はおかしいんではないかと。個別のものによってね、お互いが折衝していく中でこれは何パーセントがいいということを決めていく、これを否定しているわけではないということをご理解いただきたいと思います。はい、最後に、今後の見通しについて、今年度中に、まあ、早い決着を目指すというふうにはおっしゃっていますが、今年度中に結論は出るでしょうか、教えてください。出ないといかないじゃないですかね。私はそう思っております。これはですね、市長会としても今言ったようにうちは政令指定都市なんでね、例えば街路のようなものは全て我々が県とは関係なくやっていく話ですからいいんですけれども、街路部については他の市町村は全て県との関係が出てくるわけであります。公安も持っているところは同じであり、農業関係もほとんどところはあるんじゃないでしょうかね。そういう面で多岐にわたります。まあ、全てが決着するかどうかはよく分かりませんけれども、私としては早期に決着をしてもらい、条例改正をお願いできればというように思っております。以上です。ありがとうございます。はい、日本放送森山です。はい、お願いします。はいはい、コロナの、うん、今日案件外なんですけども、うんうん、コロナの5類以降から1ヶ月になります、うん、市長もずっとマスク外されて答えをいただいている中でですね、まあ、市民の中でも生活は戻ってきているのかなと思うんですけれども、率直に1ヶ月どのようにお感じになっていらっしゃいますか。ですね、まあ、市長室入っていただければ分かりますが、今まで毎日、感染者が何人だったっていうカレンダーを、まあ、貼ってね、見てたんですけど、先日外しました。まあ、今1週間に1回、報告は受けております。岡山市についていくとですね、1週間単位でありますが、先週に比べてもいい数字に、まあ、減ってるっていうんですね、になっており、県全体でもそんなに増えてるわけではありません。若干 国全体でいくとですね、増えてるという指摘もあるんですけれども、まあそれほど今気にする必要はないんじゃないかなと、こういうように思っております。我々がこの3年間コロナ禍で、
今までとは違った生活をしてまいりました。これを元に戻す、ないしはより充実した生活に戻していくっていうことが必要なのかなというように思います。経済活動を含めたですね、さまざまな生活より充実していくべく対応していきたいと思います。言及いただきましたが、すでにやはり若干こう増えてきてるじゃないですか。県全体としては1週目2週目3週目増えてきて、今日最新のが我々に発表になる状況ですけれども、そのあたりを見て市長としてはちょっとやっぱブレーキ踏むべきなのか、それともやはり先ほどおっしゃられたようにもうどん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 、まあ、経済の加速じゃないですけれども、観光の加速、市民生活の復活に向けて、加速していくべきとお考えなんでしょう。その辺すみません、もう一度お願いいたします。はい、やはり感染対策に意を払いながらやっぱり元に戻していくっていうのが私は今必要なんじゃないかなというように思います。岡山市の感染者の数の推移を見てもそうなんですけれども、あとやっぱり重要なのは重症者入院数、そういったとこから見てもですね、それほど重く病状が重い方が多いわけではない、ということから見るとですね、感染対策には払うものの、やっぱり元の生活に戻っていくっていうのを今はやっていいんではないかなというように思っております。ありがとうございます。はい、その他よろしいでしょうか。朝日新聞の郷崎という、はいはい、ちょっと今日の話ではないんですけど、海水浴場がですね、ちょっと名前、アホーデンと犬島ですかね、あれ今年やれないということでちょっと発表があって、で、ここコロナ5類に移行してやっとその、まあ、そういうレジャーですね、政令市で一番、まあ、遊泳的地の海水浴場が2つあって、そこがまあ開設できないっていう事態、これについて身近なレジャーで夏がまあ大いに楽しめる場所だと思うんですけれども、こちらのこうした事態については今後どのようにどう受け止められて、この今後どういうふうに対応なさいますか。確かにね、宝殿犬島の海水浴場がこれ確かそこを世話する方がなかなか確保できないということで、利用が、まあ、できなくなったというように聞いております。ある面残念だというように思っておりますけれども、現実にやはり安全の確保等々のマネージをやっていかなければならないわけですから、まあ、今年度はやめないのかなというように思います。しかしながら来年度以降どうしていくのかっていうのは地元とともにですね、ちょっと相談をしていかなければならないというように思っております。これをもちまして記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。